ははい、皆さんこんこにちは渡辺です、えー。今回はですね、関と家群の第3回の動画ということで、内容としましては、えー、例えば整数のマイナス 1× マイナス1が1になるということは、まあ、皆さんご存知だと思いますけれども、なぜそういうふうになるのかということについて、関論の観点から説明をしたいと思います。はい。 でまあ、より一般的に言うとですね、負の整数と負の整数をかけると正の整数になるというのはもう皆さんよくご存知だと思うんですけれども、じゃあそれはなぜ成り立つのかって聞かれると、まあ、証明してくださいって言われると、まあ、どうやって示せばいいかわからないという人はいっぱいいると思います。でこのことをですね、関論の立場からまあ考えますと、まあ、自然にこれを示すことができます。で、一応まあこの問題。 とあマ、のー、イナス1かけるマイナス1が1、まあ、それはあのこの問題の特殊な場合ですけれども、まあ、これらの問題をあの頭の片隅に置いておいてですね、管における基本的な演算について、ここでは考察したいと思います。でまず、管の演算に関して、これ、あのー、定義ですね。 R とその源 x、さらには n を整数としましょう。これらに対して nx というのを次のように定義します。n が正の場合は x と n 個足したもの。n が0の場合は nx は0で。さらに n が負の場合はマイナス n をすればこれは正になりますので、一番上の意味でのマイナス n 個マイナス x を足したものというふうに定義したいと思います。まあ、このように定義してあげれば nx をすべて。 定義することとができるとでこれはあの x の n 倍というものですが、今度は x の n 乗というのも、えー、次のように定義しましょう。n が正の場合は、x の n 乗というのは x を n 個、えー、掛け合わせたもので。n が0の場合、x の0乗というのは1というふうに定義しましょう。1というのはここでは、えー、間 R の乗法単位元としますで、えー。n が負の場合で、かつですね、x が乗法逆減 x インバースを持つ場合を考えます。 でこの場合には、x インバースのマイナス n 乗、マイナス n 乗のマイナス n はまた、正にこの場合になりますので、マイナス、えー、x のマイ、えー、x インバースを、えー、マイナス n 回かけたものを、x の n 乗として定義するというわけですね。まあ、このような記号を、まあ、今後、自由に用いることにします。はい。かっていうのは何だったかっていうと、もうよろしいですかね。 えーと集合 R と2つの二項演算が入っているというもので R1 から R4 を満たすというものでした。はい、でこの間 R において、まあ、次が成り立つということを確認しましょうと。でここではだからあのタイトルにあったマイナス1とマイナス1かけたらなぜ1になるのかという話をしたいと思います。でまあ、それの、えー、と第一段階として、1、2の R の源 X に対して X×0 と 0×X は両方とも0になると。 ゼロというののは R の、えー、下方単位元ですでこれなぜこうなるかっていうのは実はですね前回もあの扱いました情報、えー、単位元と下方単位元が一致するならば、えー、R っていうのは霊感、えー、になるという話を自明な感になるという話をしましたがその,そのところでもこれ示してますので。 えっと、そちらを確認してください。まあ、ここにも、あの、証明書いてますね。まあ、あの、確認してくださいというか、まあ、まずこれは自分で証明してほしいので、まあ、自分でまずやってみてください。で、まあ、それで分からなかったら、ここに戻ってくるというふうにしてください。で、まあ、この、だから、この、カッコ1が成り立つということは、OK だとしましょう。その時に示したいことは、マイナス 1× マイナス1が1になるということは、ま、なぜでしょうかということですね。で、そうしますと、えっと、0。 というのは1ですこれはなぜかというと、このカッコ1の x のところにマイナス1を入れてあげると、0イコール 0× マイナス1というのが得られます。で、一方でですね、1たすマイナス1というのがありますね。これ1たすマイナス1、ここの部分がありますけれども、これっていうのはもちろん0です。ですので、でその次の段階で分配法則を。 使ってあげると1かける -1 たす -1 かける -1 という風に分解することができますで、そうしますと1っていうのはどんな元1かける x は x ですから1かける -1 は -1 ですですので -1 たす -1 かける -1 というのが出てきますそうしますと両辺にですね1を足してあげると結局 -1 かける -1 が1となることがわかるということで括弧2を得ることができますまこのようにですね えと結局、間の定義に出てきた、えー、R1 から R4 という条件、まあ、これを用いることによって、えー、マイナス 1× かけるマイナス1が1になるということを確認できるというわけです。より一般に負の,負の数と負の数かけたら正の数になるという話ありましたが、まあ、それに対応することも同様に示すことができます。ということで、えー、と次の課題。 をやってもらいたいたんですが、間 R と xy という R の源に対していかが成り立つことを示せということです。まあ一番目はマイナスカッコ x プラス y というのはマイナス x マイナス y。二番目はマイナス x×y はマイナスカッコ xy。さらには x カッコマイナス y と等しい。三つ目ですね、これがもともと示してほしいと言っていた内容ですけれども、マイナス x るマイナス y というのが xy になると。 あとは4番目として2の整数 n に対して n 倍のかっこ xy イコール n x かける y もしくは x かける n y になると。はい。ということで、えっと今回はですね、えっとタイトルはマイナス1かけるマイナス1イコール1ということでしたが、まあここではですね、間の演算に注目して、まず n 倍の x と x の n 乗というのを定義しました。 R1、えっと、から R4 という間の、えー、条件がありましたけれども、まあ、それを用いて、えー、マイナス1かけるマイナス1が1になることを示したというわけですね。で、えっとまあ、それと同様に、まあ、ここにある1から4を示してくださいというわけです。はい、というわけで、えー、今回の動画はここまでにしたいと思います。